皆さんこんにちは、ヤマト在宅藤原です。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング会社で代表している藤原です。本日のテーマはこちら、シミュレーションシリーズ、変動金利と固定金利どっちがお得についてお話をいたします。不動産投資においてですね、変動金利固定金利どっちがいいのかなーとお悩みの方も多いと思うんですけども、今日その答えをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧いただきたいというふうに思います。はい、まず結論申し上げますとですね、変動金利おすすめの方は、リスクが取れる方、リスクめっちゃ怖いなという方はですね、固定金利選んでいただけたらというふうに思います。一応そう書いてますけども、正解はないんですよね。投資家の方それぞれの考え方による部分も大きいかなというふうに思います。ただ経済合理性とリスクの許容度、リスクの大きさを鑑みるとですね、私としてはですね、変動金利の方がいいんじゃなかろうかということになります。ということで本日はですね、固定金利と変動金利、数字を用いてですね、具体にちょっとシミュレーションしてみたいというふうに思います。その前にまずちょっとおさらいといいますかね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、固定金利と変動金利ってそもそもなんだっけという話なんですけども、固定金利に関してはその名の通りですね、一回契約したら借り入れ期間中ですね、ずっと金利が変わらないというものになります。もちろんですね、3年固定とか5年固定、10年固定というですね、期間限定の固定金利っていうのもあるんですけども、基本的にはですね、その期間中は金利が変わらないというものになります。固定金利っていうのはじゃあ何に基づいて決まってるかというと、新発のですね、10年もの国債利回りによって決まるんですよね。新発の10年国債利回りっていうのは、新規国が借金するときに償還期間10年、10年後にですね、元本戻ってくるという、その時の国債の利回り、まあそれが固定金利の指標になるというものになります。で今ね、日銀がそこをですねコントロールしてたんですけど、大量に買ってたんですけども、まあそれを変動幅を最近 0.5 にしたという話は、まあ記憶に新しいところかなというふうに思います。一方変動金利っていうのは、短期プライムレートっていったものにですね連動しております。その短期プライムレートっていうのは何かというと、企業法人がトップクラスのですね、プライムと言われる最優良企業に対して金融機関が1年未満のですね資金を貸し出す時の金利の指標となるものというのが、まあ、短期プライムレートなんですけども、じゃあこの短期プライムレートに変動金利が連動するということはご理解いただいたと思うんですが、短期プライムレートって何で決まるかというと、日銀のですね政策金利といったものに決められているんですよね。日銀の政策金利っていうのは市場によって決まるものではなくて、日銀がですね今の景気動向とかを鑑みて、政策金利は今 1.5 にしようとかですね、そんな感じでこう決めのものなんですよね。なので政策金利については日銀が握っているんですけども、30年近くですね政策金利っていうのはほとんど変わってないんですね。なので収益不動産向けの変動金利に関してもほとんど変動がないっていうのが、この 2,30 年の実態のところになります。なのでまあ変動金利がいいんじゃないかっていう話にもまあ裏付けになるわけなんですけども、でもね今欧米中心にインフレなんで金利を上げているので、日本もそれにつられてですね、低金利時代が終わるんじゃないかみたいな話もまああると思うので、まあ金利上昇リスクについてお考えの方が多いかなというふうに思います。ということでここでですね、シミュレーションをちょっと一つ示したいというふうに思います。条件としてはですね、借り入れを1億円しまして、返済期間を30年といったことにします。今はですね、例えば固定金利でこの資金を調達するといった時に、仮にですね一つ金利として持ってきたのが住宅金融支援機構のですね金利例なんですけど、 1.84% という固定金利で30年間借りた場合どのようになるかというと、1年目に関してはですね434万円の返済になるということになります。30年の累計としてはですね1億3020万と980円ということになりますので、1億円借りて30年借りて金利がまあ3000万ちょっとですね払ったというのが 1.84% の金利で30年間借りた、まあ一つのですねシミュレーションというふうになります。ここから変動金利 のパターンなんですけども、金利がですね今非常に金利安いですよね。住宅ローンであればねもう 0.3% 台なんかもありますけども、収益不動産向け融資であれば非常にいいお客さんの属性の場合であればですね 0.5 切ってくるような金利もあったりもしますけども、まあここではねこのような形にしてます。初めの10年間は金利 1% 水準でいくと、で10年目から20年目までは金利 2% に一気に上がったと、 2%
3% で10年間返済する。で、最後の10年間は 3% にさらに上がって10年間返済すると。こういうシミュレーションにしてみました。まず1年目はですね、1% の金利になりますから、返済としてはですね、3859668円ということになります。ただし、今後金利が10年スピッチでこう上がっていくといったシミュレーションをしたとしてもですね、最終的に全部完済した時、30年後ですね、どうなってるかというと、トータルでの返済総額としてはですね、1億2570万ですね、7499円ということなんで、先ほどの1億3000万強の固定金利の場合ですね、まあそれよりも430万円か、それぐらいトータルの返済としては少なく抑えられるということがここで示されたかなというふうに思います。じゃあ逆にですね、まあ先ほど1億3000万ぐらいが固定金利の場合の30年間の総返済額ということになったと思うんですけども、同じぐらい変動金利で1億3000万をこう返すといった時にはどういった金利になれば1億3000万返さないといけないかというふうなことをいろいろ私どもの方でですね、こうちょっと数字金利いじってみたら、まあ大体こんな感じでしたね。初めの10年は金利 1% で推移しますと、11年目から20年までは 2.5% で推移します。で、最後の10年は 4% まで金利上がったという、こういうシミュレーションでちょっと走らせるとトータルとしてですね、1億3083万円というふうになるということになりました。まとめますとこのようになりまして、固定金利 1.84 でですね、30年間ずっと借りっぱなしでいくと、まあ、1億3000万強のですね、返済額になるといったものです。それに対し変動金利ですね、ケース1とケース2提示しましたけども、結構ですね、金利が 2.5% とか 4% まで上がったとしてもですね、初めの10年、20年で返済が進んでいけばですね、トータルとしては 1.84% の金利で30年借りたのとあんまり変わらないという状況でした。じゃあ日本の金利が、変動金利がそこまで上がっていくのかっていうとどうなんでしょうということで、まあ私としてはですね、なかなか上がりにくいんじゃないかなというふうに考えます。ということでですね、まあ変動金利のがおすすめですよと言ったのは、まあ金利が低いうちにですね、まあ返済が進められるからということですね。まあもちろん元利均等返済というですね、多くの方が選ぶ返済方法ですと、初めのうちは返済の中のですね、内訳としては金利が多くなってくるんですけども、元本の返済というのは進んでいきますのでね、変動金利の方がまあいいんじゃないかなというふうに考えます。はい、ということでですね、ご自身に合ったですね、返済方法で金利上昇リスクに備えていただけたらというふうに思います。本日の内容は6マッスルの内容でございました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。動画の内容がよろしければ高評価と、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。